はい、レオンチャンネルです。レオンさん、天生レアの裏側見せてくれよっていうコメントがめっちゃ多くて。なに天聖レアって裏面あるの通常だってさ、こうやって普通にバトルスピリッツの BS の黒い裏側になってるんだけど、天生レアっていう新しいカテゴリーがありますねで終わってたんだけど、裏面があるんだって。天生レアはこれか。全然気づいてなかったけど、これが天生レアなので、 いきまーす。おーほんとだほんとだなので僕は最初の動画でこんな感じで見て終わりだったけど、両面仕様になってるんだ。へえ、ーこれでカードが、カードゲームできるんだ。ってことでリバーシブル仕様になってるの気づいてなくて、すみませんでした。というか第1話の遊園地じゃん。お客さんを笑顔にしたい園長の。まず仮面ライダー01シャイニングホップ でちゃんとエフェクトもね本編通りこうカクカクカク直角になってますよねでこれの裏面が01ライジングホッパーで第1話の遊園地状態になってるとさらに仮面ライダーアクセルバイクフォームからの仮面ライダーアクセルかてかこれどっちが裏側こっちに光ってる方が表なんだよね多分。 あ、こういう風になるわけね。さらに、ルナトリガーが、フォームチェンジとか、飽きちゃうわけね。ルナジョーカーになってる。へえ。しかもこれもちゃんと本編のバトルシーンの背景だ。細かいな、こういうところ。で、ヒートメタル。で、じゃあ、アッシュ系のあ、ヒートジョーカーだ。完全なハーフチェンジじゃない、 このベストマッチ状態じゃないベストマッチって言いがちだけど、空のヒートジョーカー、アシュ変身になってると。なるほどね。じゃ、エクストリームはどうなるゴールドとかあ、違う普通にサイクロンジョーカーなんだけど、エクストリームに変身するときの、あれか、あの2体のドーパントと,と同時に戦ってたところか、あの盤面の。で、なので、こうから、 こうなると、あー、へー、これが転生レアだって、全然気づいてなくて、すみませんでした。レオンさん、転生レアの裏側、なんで見せないのみたいなコメントがちょこちょこあって、え、裏側はなんてあるのと思って、今、慌てて録画オンにしたわけですけれども、なので、裏側から見ようか。なんで、こう、アクセルからのバイクフォームだったりとか、 ライジングホッパーからのシャイニングホッパーだったり、ルナージョーカーからルナートリガー、さらにヒートジョーカーからヒートメタル、サイクロンジョーカーからエクストリームっていう感じで、ちゃんと意味のある両面になってるのがすごいですね。ということでこれが今回僕が排出した転生レアの 両面絵柄でございました。失礼しました。え、これで全部だよね。ちょっと待って。ほら、裏側見ると。あ、そうだね。全部見ましたので。以上僕が出した天聖レアの背面絵柄でございました。